やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。忘れ物ないよ。はい、洗いました。なんかやってんな。ホロライブだわ。わ、すごいぞ、ここから見ると。というわけで、代々木体育館でホロライブのイベントがやってる、横でやってるラオスフェスティバルにやってきました。昨日の夜から何一つ食べてません。ミオシャ待ってるよ。おや、なんかホロライブの人たちなんかやってるぞ。待って、あれホロライブの方々なんだけど。楽しそう。ファンのみんなで集まって集合写真撮ってんだ。なんかやってるし、ちょっとみんな見た、あれ見た。ほら。これなんやろ。入って早々ちょっと歓迎されたラオスに俺は。めっちゃやりたいんだけど。俺7歳だっけ。俺29か今。さあ、まずはちょっと飯から。はい、あ、そうですよ。彼氏が視聴者で、あ、そうなんですね。ラオスフェスに私いるから、はいはいはい、映ってきてって言われて映ってきてなんだ。じゃあ映っていいんだ。はい、彼氏のために来てくれないと。そうなんですよ。はい、楽しんでください。はい、ありがとうございます。またね。はいはい、ラオスの、はい、あっちに本部あるんで。あっちに本部ですか。はい、はい、わかりました。白い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 。運営の方が視聴者だったっぽくて、楽しんでくださいって言われた。なんかフェスによっても本当まちまちなんだね。前回の肉フェスは断られたもんな。今回はめっちゃウェルカム。いいフェスだぜ。ちょっとずらーっと見ていきますよ。パッタイか。パッタイとかガパオライスってラオスのものなんだ。いや、ビールいっちゃうのか俺。ラオス食堂。ビール、みんなビールだ。オッケー、ビールあたり飲みに行こうよ。ほら、これとかさ、見て。なんだかわかんなくね。あー、ちょっと待って、リズムが来てる。あかん、止まんない。やっぱ俺ラオスの血入ってるわ。これラオスの血入ってる。ラオスフェスなんだけど生ハゲいいんだけど。どういうこと。ビアラをいただきます。50周年らしい。いらっしゃいませ。あー、飲みやすうまっ。1個目が春巻き、台風春巻き。もう一つが焼きそばですね。なんの若干甘い感じがする。辛くない、全然。もうなくなっちゃうよ。あっさりしてる、全然。祭りの屋台で買う焼きそばとかよりも食べやすい。いや、揚げキャボってうめえな。日本の春雨に味は別に似てる。人参の主張が強いね。そして次に楽しむのはこちらですね。食べる分のカロリー消化しないといけないから。ゆうやくん29歳、頑張ります。好きな食べ物はオムライスと生ビールに最近ハマりました。やばい、始まっちまう。待って、ドキドキするんだけど。待って、ドキドキする。口のサイズあれ俺でかくね？ちょっとこれ持っといて。はいはい頑張ってください。頼むね。はい。やばい。中から手出さないようにしてください。はい。さあどうぞ。すいません、逆向きでお願いします。逆。こっち。私とこれやりたいんだ。あ、ちょっと。やばい。危ない。濡れてる。タイムは？タイム4分間ですよ。4分間。やりきった。ありがとうカメラマン。楽しかったよ。どうも。ちょっと待ってね。今回ってるからねから。ビールさっき飲んだんだけど、ちょっと女の子たち可愛いから。ビール売ってるんですか？ビール売ってますよ。じゃあビール買います。よっしゃー。今生配信してて、これでめっちゃ見てますね。はい、コメントみんなほら、みんな代々木公園来てね。代々木公園来てください。いただきます。あげます。あげます。黒あー、でもなんでなんだろうね。日本のビールより全然飲みやすいわ。黒ビールさっきよりは苦みがある。さっきよりは若干苦みがあるけど、全然俺でも飲める。俺ビール全くダメだからね。もうなんかさ、ギャルにやられたー。金髪ギャルとへそ出しギャルに持ってかれた。これ1個400円ですか？はい、じゃあもらいます。ありがとうございます。さあこれもらいます。でいただきます。うん、味しないなんで？ねえ、表彰状が本当に飾られてるわ。トルコって書いてあるけど、ん？え、トルコってラオス？ラオスって何？ケバブもらっていいですか？はい。うわー、うまそうだけどすごい重そうだな。座るところってちょっと待ってよ、どこにしようか。あー、ちょっと待って、ギャルじゃない？あ、あかんあかん、やべえ、あ、もう危ない危ない危ない。いただきます。マヨネーズがすっごいブルーうまい。こんなんはね、ちょっとね、考えてらんないのよ。汚れながら食うのが一番だからね。ああ、これは優勝、これは優勝参加しますわ。わあ、ねえ、マジで最高なんだが、今一番いいタイミング、はい、助かるぜ、はい、頑張ってください。ありがとう。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、やべえ、ティッシュで手拭いてて思ったんだけど、俺さっきの水の風船のやつで突き指してる痛い、付け根、あー、うわー、残り3200円。ちょっと寒いからさ、服買っていい？はい、なんかないの？上着。はい、あげまーす。ありがとうございます。なんかラオス感はねえな、別に。中二病の服みたいになっちゃった。まあいいか。でもメガネかけたらさ、陰キャ中学生みたいになっちゃったんだよ。裏これだぜ、すごいやん。あ、いいですよ、はい、撮りましょう。これ何ですか？あ、ゴングに当たったら景品？わかりました、やらせてください。あ、お願いしていいですか？今ハンマー2つあるんですけど、やっぱ長い方がいいですよね。長い方がいいですか？はい、男店ならちっちゃい方です。男店、ちょっと待って、そんなにいかないもんなの？これだとやっぱむずい、むずいっす。いきます。はい、おお、すげえ。おもちゃ1個か、はい、3つ。うわ、どうしよう。じゃあおもちゃ見ていいですか？外れすぎるなんでハロウィンなんだよあ、じゃあこれもらいます。はい、これもらいます。ありがとうございました。かわいい、かわいい、めっちゃいい。あ、なんでプイすんの？お名前なんですか、この子の？ひなた。ひなた、ゆうやだよ。ひなた。かわいいね。うわっ。なんで。さゆちゃん、またね。バイバイ。またね。バイバイ、さゆちゃん。ありがとうございます。結構お腹いっぱいだからな。いつの間にかフェス楽しみだして3時間だったらこんなダサくなっちゃったんだけど毎回楽しいしなんかおもろになってきた。もうダサいとか関係なくテンション上がってきた。ここの階段を上がっていけばどうもありがとうはい、すげえ流れていっちゃうんだけど。というわけでね、今日の配信はこれにて終わろうと思います、皆さん。今日、ラオスフェスからね、東京ナイトフェスティバルと2つのフェスを渡り歩いてきましたけれども、全身全霊で楽しめたかなと思っています。これから夏なのでね、たくさんフェスが増えてくると思いますんで、そっちのフェスにもたくさん足を運んでね、楽しんでいこうと思います、皆さん。来てくれたみんなもありがとう。はい。ということで、お疲れ様でした。それではみんな。